はい、どうも皆さん、こんにちは。DIY 力の鉄でございます。はい。本日はですね、これの話。ペール缶。龍一くんが、最近ですね、ペール缶とイット缶を使って、あれを作ってんだよね、焚き火ベース。はい。うん。薪やら何やら、焚き火をする枝とか入れるね。はい。焚き火ベースの工作を龍一くんがしております。先日、龍一くんの二人でキャンプ場行った時に、面白いもん見たんだよね。うん。ちょっと加工されたペール缶の焚き火ベースを使いまして、それがね、驚くほどの燃焼効率を持っておりました。あれはね、形状としては、こことここピーって切れ目、うん、両方、はい、両方に切れ目を入れて、そこをペコンとへこませた、この円に対してこのちょうどこう野球ボールの筋目みたいな筋みたいな形になってる。だあれの形だとちょうどこの、ま、木が入って真ん中こうペコンってへこんでるからちょうど立てられるし、でしかもこのへこんだところの下からは燃焼のための空気が入って、はい、で途中からあれ二次燃焼の空気になるのかな。二次燃焼だと思います。うん、実際にそう途中からもこう火が上がってたので、要するにあのなんか未燃焼ガス、下で発生した未燃焼ガスがもう途中から火が燃えるってね、あれはすごかったね。すごいエゴストーブですよ。ものすごい火力でした。はい、なんていうの、焚き火で濃い赤はまあ普通に出るよね。で、あの明るいなんてのオレンジ、オレンジの明かりが出たらよく燃えてるねって感じだけども、はい、それ飛び越して透明、ちょっと青っぽいぐらいの炎が出てました。あれね、あの広告とかはね、はい、インクが燃えてね、あの青がちょろっと出ることはあったんだけども、あの焚き火であの犬の炎が出たのは初めて見ました。焚き火で、その時に実験したんですよ。あのどれくらい飲むか分かんなかったので、アルミ缶を入れてみたら溶けたね。はい、突然ですが龍一くん、はい、実験しましょう。はい、真っ赤に燃えてるこの炭火、うん、これがねどんだけの温度か分かんないけども、この中にアルミ缶を入れたらさあどうなるかという実験やってみましょう。はい、はい、お願いします。入ります。アルミの缶入りました。これまず水分が蒸発します。その後塗料が燃え始めて、すごい距離で変形してきた。てかすごい熱い。そう、これカメラ持ってる手がめちゃめちゃ熱い。変形し始めた、変形し始めた。中燃え始めた。お、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 え？ターミネーターの線、T 線になってきた。お、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 え、お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 、何これ、閉じてる、解ける、え、閉じてきた、溶けてきた。うわ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 、これがあるとは思える。あ、あら、ペール缶がこんなに溶けた、溶けた、溶けた。うわぁ、すっごいやつだな、やっぱね。じわぁ、溶けちゃいました。というわけで、龍一くんのいろんな工作につられて、私もだんだん興味が出てきました。はい。ロケットストーブってのも甘く見てた。動画でロケットストーブって見てみたら、ものすごいよね、あれね。ほーっと、ほんとなんか、なんていうの？燃えるんじゃなくて、なんかもう、タービン回して、ほんとジェットエンジンみたいに、火がグーッと出るの見て、いや、すげえなぁと思って。はい。というかね、また機会があれば、このペール缶とか、イット缶で、焚き火ベースを作ってみたいなと、思ってきました。これすごいね。前回はね、ほんとにあの、キャンプ場で、使い古しのやつを借りて、燃やしてみて、あんなすごい燃焼したので、今度はちょっと自分で作ってみたりとか、あれもうちょっとね、
あれ、1回か2回燃やしたぐらいでもボロボロになっちゃうんで、うん、もうちょっとしっかりした形で作ってみたりしたいなと思いました。はい。ちょっとまだ無理だけどね。怪我してると変な方向に妄想がこうどん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 進んでやりたいことがいっぱい出てきます。というわけでまた楽しみが一つ増えました。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。